싫어.23歳の始まりになりました。これからも私ジャングル強な TCS のみんなをよろしくお願いします。絶対面白い未来見せます。やばい、よかった、よかった、強い王者、強かった。でも私たちの方が強かった。やったよ。タオル100枚入荷しました、この夏この夏もうね、タオルにかけてるんですよ。1500円でしょ。100枚売り切ったら10万5000円。いや、リアルな額もそんなたまった支払い終わらせよう。どうします。でもこんなついてきてもらってますけど、クソみてえな売り上げだったらどうしますこれ。タオル売りますよ、タオル。タオル売ります。タオル。全部タオルです。襟出してるんです。可愛いでしょ。飛躍力がプランチャー高く飛べます。嘘だよなわけねえだろ。一味程度なんで別に手放すうちに入らないです一度ってね。なんだタオル、この開いた袋の量見てください。これちょっと待って、ぐっちゃぐちゃほら見て、4分の1。打ったぞーこれでちょっと今月ね、パケット通信料すごくて携帯代やばいんで携帯代払います。ありがとうございます。動画で見て、YouTube で偶然。名古屋でこのベルトを取りました。ロケバップ時間これはどうなの？良くないです。良くないです。あ、なんか寂しい子がいないの。寂しいです。いつもこうやってやってた。いつぶりですか？わかんない。1年以上。いや感触はなんか例えばスターダムで言ったらハイシスター歌美なんかはもうデビューからずっとベルト巻き続けてもうほぼタイトルマッチになるようにした、まあ、タイトルマッチじゃなくても意味のあるシングルマッチとかなんかその気持ち分かんなかったんです。私今までそんなチャンスもらったことないし、はい、どちらかというと結構賑やかしいな感じでそれが自分の役割だと思ってたし、それはそれで結構難しかったりするんですよ。それはそれでお客さんとの勝負だったりするんですけど、まあ、うちもね初めてベルト取った時は嬉しかったね。はい、饒舌になりましたけど、そうお客さんを楽しませて、自分が楽しんでお客さんを楽しませるスタイルは私が6年間でやってきた中でようやく見つけた自分の居場所だと思ってるし、スターダムもそれを認めてくれたから今こうしてスターダムレギュラーで枠を開けてくれてると思うんで、そこはもちろん変えずに、その上でダサいダメなところもはりけ出して人間として自分を見せていけるようにならなきゃなと思いましたというかなります。はい、あずみちゃんがいないとカギツ様にやる気ができない。今日負けたらあずみちゃんのせいだと思う。チャンピオンだからチャンピオン一番の B 一番第2部は赤コーナー選手権保持者星愛子選手の入場です。るしだ。葉月様は強い。また戦う。全て終了いたしました。またのご来場をお待ちしております。お忘れ物がないと。フリーの人が一人増えそうじゃないですか。大丈夫ですか、フリーは。これってスパでもさ、ロケット鉛筆式に夏会うと新しい人いいみたいな、そういう方式は取ってないですよね。そうです、ベルトがなくなった瞬間みたいなこといやー、もうこうなってきたら私、小川さんにめちゃめちゃごますります。